ドラゴン浅田の俺はゲーム0年生2月2日発売のロードトゥーボルトに向けてナルティメットストーンの方を今回も特訓するぜ。前回の動画では空物使いにボロボロに負けまして、幸いに視聴者からコメントをいただきました。そのコメントを参考に今回は勝ってやるぜ。そうですね、前回のリベンジ。ああ、早速桜田師匠を意識して戦ってるぜ。ああ、この距離取られた時が辛い。だから桜田氏でなんとか、おお、詰めて戦うぜ。集中しちゃうとざまっちゃう。なかなかいい感じじゃないですか。ああ、まずい。これで浅田の準備運動は終わったぜ。しっかりチャクラダッシュを意識してガードからの移動で横に避けつつ、そして攻める。かっこいい。いけ。うわあ、ない。ああ、このチャクラダッシュすごいかっこいいな。いけ。ああ、まずい。非常にまずい。よっしゃー、気持ちいいぜ。その変わり身の術をしてからの距離詰めて、ああくそ、ダチが開かないぜ。装備破壊してやった。危ない。ああ、これは危ないぞ。まずい。かっこいいな。気持ちいいぜ。うわー、待ってくれよ。よっしゃ、なーに。よっしゃ、これは決めたいぜ。あー、紙一重だもんね。今回はその視聴者のアドバイスをもとに港を使ったけど、浅田がいつも使い慣れてるナルト、サスケ、サクラで行きたいぜ。やっぱり慣れって大事だぜ。キャラクターを変えてリベンジするぜ。かっこいいんだけど悔しい。距離離れてると良くないんだけど、近づくと今度反動に変わるんだよな。ゼック、ライフゲージを見てほしいですね。やっぱりね、空物が強い。ああ、もうほら、そういうこと。よっしゃー。うわ、やっぱね、なんだろうな、もう距離を詰めようと思うとね、出てきまして、いざ攻撃しに行けると思ったら半分なんだな。代わりですぐな、距離取られる。チャクラダッシュ意識してるんだけど、なかなか相手逃したんだよな。うわー、なんまずいぜ。池桜、あ、まずい。あー、まあ何をか考えたけど何も出てこないですね。このチャクラダッシュで空物をすり抜けて距離を詰めたいんだけど、そうすると反動が出てきたりするんだよね。代わり目の術で距離取られるから、チャクラダッシュって分かってはいるんだけど、そのね、空物がいると空物と戦っちゃうんだな。あー、
そう、あの、まあ、画面見てれば分かるんですけど、完全に自分がどこにいるのか見失うっていう。あーもう、おっしゃおっしゃおっしゃ、これはド迫力、これで勝ちたかった。いるか、おし、防御フィニッシュかっこいいぜ。やってやったぜ、ようやく掴んだ一勝だぜ。本当ならばこれで終わりたいところですが、一回だけだとまぐれだと思われるので、もう一回やってやるぜ。取りつつ、避けつつで攻める攻める攻める、ガードガードガード、確実に確実に、まあ、相手も距離取るんだけども、俺もしっかり詰めつつ、このチャクラダッシュで距離詰めてからの一瞬の隙を突かれるんだよな、さっきから。そこをなんとか、ああどうしたいけど、やばい、まずい、よしよしよし、この一瞬、この一瞬が怖い。ただ相手も一緒だから、そこを俺がつけばいいんだけど、根本的に戦い方を変えなきゃいけないのかな。風物がいると相手を一瞬見失うんだよな。したぜ、なんだか逆転したいぜ。よし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 、このパターンでいく。おーし、今回の勝因は、まあ、覚醒してクラマになって、まあ、リーチの大きさで、まあ、そのクグッズとの幅を詰めて勝ちました。正直満足だぜ。心に余裕が出てきたので、いろんな戦い方のバリエーションを身につけたいと思います。おっと、こう来たか。攻撃をつないでいこう。距離を取ったら、しっかりね、おーねー、おっとー、ガードで距離を取りつつ、で近くに来たらしっかりね、攻撃を入れつつの連携でいくぜ。あー、なんだ、ガード意識しすぎるな。これをしたい。強い。わあ。この勝ちパターン慣れてきたぜ。クグツ超難しいのクグツ相手でも勝てるようになったということで。クグツとの距離の取り方を今回克服できたので成長できました。これにてナルティメットストーム4の特訓は一旦終わりだぜ。次回からはドラゴンボールゼノバース2の特訓するぜ。究極の戦士になってやるぜ。今回もコメント欄を開放してますので、あの動画の感想ですとか、まあ、それこそあの次回のドラゴンボールゼノバース2に向けたアドバイスもお待ちしておりますので、どんどんコメントください。よろしくお願いします。次回もやるぜ。